はい、お疲れ様です。柴沢です。今回はですね、スタンドオイルという油を使ってみる動画になります。このスタンドオイルという油はですね、本来ペインティングオイルとかそういった他の油と混ぜ合わせて使うことが一般的なようなんですけども、まあ、ちょっとそういう油の配合っていう話になると僕含め油絵初心者の方にはハードルが高いかなと思います。なので今回はそういう調合抜きで何か使える方法はないかなと模索した結果をお届けする動画になります。まずこのスタンドオイルですが、蜂蜜のような粘り気が特徴です。油絵の具と合わせて量をかさ増ししてこう厚塗りしたりできますね。乾燥時間は結構遅めの油になっちゃうんですけども、光沢感のある仕上がりになります。例えばこちらの絵の背景なんですけど、こちらはスタンドオイルを混ぜた絵の具で厚塗りして画面を作りました。光が反射してかなり光沢感のある画面になったのがわかると思います。厚塗りという使い方以外にも絵の具を垂らし込む表現、ポーリングアートに近い使い方もできます。油絵の具とスタンドオイルを混ぜ合わせてドローっと滴る状態になったら画面に置いていきます。かなり粘り気があるので、ちょっと盛り気味に置いても広がったりにじんだりすることはないです。絵の具を配置したら境界線をくるくるなぞることで模様を作ることもできます。ただこの表現の注意なんですけど、描き終えた瞬間の状態と乾燥させていった後の状態ってちょっと違くて、完成した直後はちょっとぷっくりしてツヤツヤしていたんですけども、乾燥させるとシワが寄ってこうボコボコした表面になります。ここは予測できない部分なので、これでもいいなっていう方だけやっていただきたいなと思います。その他注意としましては、乾燥が非常に遅いので、下地として塗った後に上からまた重ねるよっていう時は絵の具のひび割れの可能性があります。なので、しっかりしっかり乾燥するのを待つか、絵の具を上から塗らないっていう方がいいかと思います。また画面がかなりしっとりしている状態になるので、乾燥時はホコリとかがつかない環境をなるべく作ってあげると良いかと思います。ということでお送りしました、スタンドオイル（難しい話抜きの完全初心者版でございました。光沢感のある画面が好きだよとか、少量の絵の具で厚塗りしたいなっていう方にはおすすめでございます。今回のやり方ではないんですけども、本来の他の油と混ぜ合わせて使うっていう方法もありますので、ぜひ興味ある方は一度試してみていただきたいなと思います。ということで、ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。本チャンネルでは今回みたいな動画またはメイキングをお送りしております。よければチャンネル登録高評価いただけたら嬉しいです。ということで、ありがとうございました。バイバイ。